皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは息を吸うように行動するということについてお伝えしてみたいと思います。息を吸うことに対してですね、よしこれから息を吸うぞって言って息って吸ってないですよね。どなたもね、もちろん私もです。息を吸うぞって意識してたら、なんかむしろ過呼吸とかになって苦しそうな、ね、イメージはありますけれども、基本的に息っていうのは吸うぞって決めて吸ってないじゃないですか。ですから何かこう決めて動こうとかっていう時にはそれに近いイメージの方がいいんですよね。息を吸うように前足を出してみるとか、息を吸うように動いてみる、行動してみる、活動してみる。でこれ実際に体を動かさないとダメかっていうと、何かをね、例えば決意をしたことを口に出すとか、まあ、言霊なんですけれども、それをこう有言実行っていうことをするためにまずは口に出してみてから動いてみるっていうこともまあ必要なんですよね。だから行動するために、まあ、言い訳もいらないし、何か縛りとかっていうのも通常いらないんですよね。もう本当に息をするがごとくスッと動くっていう習慣を身につけると、随分幸運体質に多分なっていくと思います。行動を妨げる基本的な要因っていうのはご自身の中にある思考であることがほとんどで、その思考が邪魔をして、さらに口で言い訳、できない言い訳を考えたり、それをね発したりすることによって余計行動に制限がかかるケースがあるんですよね。だからもう心と体が直結していて、あ、それはやるんだ、やらなくちゃって決めたらもう動くっていう、この回路があるかないかだけでうまくいく速度が自浄ですね、正比例じゃなくて放物線的に上がっていく感じです。だから動きがね早い人って、それが次のいい事象を呼んできて、さらにいい事象がまた次を呼んでくるっていう、その重なり方もすごく早いんですよね。だから一番残念なのは行動できないこととか、考えていてそこにぐるぐる立ち止まってしまうことが一番良くないので、息を吸うぐらいの感覚でフットワーク軽くスッと動ける状態を作るっていうことが必要ですね。でそのためには基礎体力が必要になるので、基礎体力は何なのかって言ったら、ブレーキをかける言葉を自分に言わないっていうことです。ブレーキをかける言葉を言えば当然それで行動が止まりますから、それをね止めるだけでもだいぶ動きやすくなるんじゃないのかなっていうふうに思ってますんでね、行動するために言い訳はいらないと、息を吸うように行動する、これを心がけてみていただければなというふうに思います。それでは。